どうこじゃ。ナンバーワンおしゃれスイーツといえばカヌレ、ミラです。ということで今日作っていくのはカヌレです。カヌレって見た目も可愛いしなんだかおしゃれですよね。けどその見た目の分作るのが難しそうなイメージってありませんか？安心してください。この動画を見れば完璧にマスターできちゃいます。しかも今回ダイソーで購入できるシリコン型で作っていきます。計量していく前に焦がしバターを作っていきます。まず鍋にバターを測ります。バターは型にも塗るのでもう一つの塗る用のバターは別のボウルに測り常温に置いておきましょう。焦がしバターは余熱でどんどん火が入っていくので入れる用のボウルを用意しておきましょう。火は中弱火ぐらいで火にかけます。バターが沸いてきましたね。最初はこのように泡が大きい状態です。だんだん泡が細かくなってきました。こうなってきたらもう少しです。濃い茶色になるまで色をつけていきます。薄いウーロン茶くらいですかね。あとは余熱で色が入っていくので用意しておいたボウルにすぐに流します。最終的な色はこのぐらいです。このまま常温に置いておきましょう。冷ましている間に計量をしていきます。今回は全卵と卵黄を使っていきます。全卵と卵黄はよく溶くことがポイントです。後で合わせるときに合わせやすくなります。薄力粉と強力粉はよく合わせてから振ります。粉は2種類をブレンドしています。カヌレのもちもち食感はグルテンによって生まれます。グルテンは小麦粉のタンパク質に水分を加え力を加えると生成されるんです。この力を覚えておいてくださいね。後ほどこれが重要になってきます。強力粉はこのグルテンに必要なタンパク質が多いんです。なのでもちもち食感になります。バニラのさやを1/21本贅沢に使っていきます。バニラの香料を使うのでもいいですがカヌレは絶対にバニラを使ってほしい。格段な香りの違いに飛びます。ただお高いのでここはお好みにいたします。バニラの種を取っていきます。バニラは種に匂いがついているんです。半分だけに切り込みを入れます。そうすると開けるので種をこそぎ取ります。牛乳に種とさやを入れます。これで牛乳に香りをつけます。では牛乳を温めていきます。沸騰させるレシピもありますが今回は時短に沸騰させずに作っていきます。60度まで温めます。グラニュー糖を溶かしたいのと粉の変質を防ぐこと、卵に火が入るのを防ぎたいのでこの温度にしています。ここは結構レシピによって違いますね。グラニュー糖とふるった粉類を合わせていきます。そこに温めた牛乳を加えます。2回に分けて加えましょう。必要以上にグルテンを出したくないのでここは優しく混ぜます。これが先ほど覚えておいてくださいと言った力ですね。必要以上に力を加えグルテンが出すぎると固くなってしまうんです。1回目が混ざったら2回目と、ポイントは優しく混ぜることです。バニラのさやはここで取っておきましょう。続いてここに焦がしバターを入れていきます。混ざれば OK。
よく溶いた全卵と卵黄を2回に分けて入れていきます。この辺からはもう何も考えず、ただ混ざれば OK。 お次にラム酒。カヌレといったらバニラとラムの香り、リッチにラム酒をこだわるのもいいですね。最後にこしていきます。生地を12時間から24時間冷蔵庫で休ませます。これが重要。休ませるのには理由があるんです。先ほどのグルテンです。しっかりと休ませることでグルテンを落ち着かせることができるんです。休ませずに焼くと生地が飛び出してうまく焼けないんです。つまりこのグルテンがなければそのまま焼くこともできるってわけです。密着ラップをして冷蔵庫で休ませましょう。生地を焼いていきます。約 3,4 時間前に生地を冷蔵庫から取り出し、常温に置いといてください。生地の温度は目安は20度前後にして焼いていきますよ。室温に置いておけばそのぐらいの温度になります。今回はこの100均で購入できる型を使い焼いていきます。シリコン型、なかなか焼きが難しいんですよね。なので失敗しないようめちゃくちゃ詳しく説明していきます。普通の鉄製の型で焼く場合は異なるので注意してください。まず型に油を塗ります。僕と同じ8個分で作る場合はこのバターを塗り切ってしまってください。半量4個で作る場合は半分にして塗り切ってください。塗るバターも柔らかい状態がいいので少し前に常温に戻しておくのがいいと思います。この油の量も重要ですよ。シリコン型は熱伝導が悪くムラになりやすいです。火の入りを良くするために一つ一つ独立させるようカットして使うのがおすすめなんですが、今回僕はそのまま焼きます。ただ一個一個の焼きムラが多少は出るので注意してくださいね。後で表面にかぶせる用のアルミホイルを用意しておきます。型に生地を均等に流していきます。流す際にバニラのタレが沈んでいるので優しく混ぜてから流していきましょう。ではオーブンで焼いていきます。ここからが重要です。まずは25分後、ここで生地の状態をチェックします。型より生地が飛び出している場合があります。飛び出していたら一度オーブンから出しショックを与えて型より低い状態にしてください。さらに10分から20分後、トータル35分から45分後ぐらいですね、表面に色がついてきたら一度アルミホイルをして上に火が入らないようにします。さらに15分から25分後、トータル1時間から1時間10分ぐらいですね、アルミを取って確認し、まだ焼き色が薄ければアルミを取ります。さらに10分から20分焼きます。
カリモチ。